これでわかるかな。スレンダートーンを腰に巻きながら、配信をしているので、腹筋を鍛える波が来るたびに力んだ声になってしまっております。これ聞くな、これ。何しろ今、人生史上最大のデブになっちゃいまして、胴回り、かなり80センチを超えてしまっております。知人からスレンダートーン使ってないよということを、情報を得ましたので、だったら貸してくれよっていうことで、今、スレンダートーンを巻きながら喋っております。ちょっとこれパワー強すぎるかな。スレンダートーン試したことがある方は、わかるかと思うんですけれども、一定のね、リズムを刻んでこう、腹筋を、ぎゅーっと締めてくれるんですけれども、それが、60度を、この波が、結構来るなーっつ、これ結構来るなーっつ、この波を超えると、引き締まったウエストが、私の夢汗かきます。波に戻りました。これ何十秒間、このアスリートコースかなんかにすると、何秒間に1回の緩い、腹筋の波が来るんですけれども、痛いな、これ痛いわ、これは痛いな。こんなのみんなやってるのかな、本当に。これ結構腹筋つらいな。残りあと10秒。9、8、7、6、3、2、1、0。終わった。ああ、終わった終わった。